ゆい YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。シンガーソングライターのゆいです。今日はスキマスイッチさんの奏でを歌わせていただきたいなと思ってレコーディングできるスタジオ借りましたが、しかし家にマイク忘れましたじゃあもう家に帰ろうって思ったんですけれども、時間にも限りがありますから、もうこのまま続行します。なのでカメラのマイクに音を拾ってもらえると信じてですね、精一杯歌いたいなと思います。まあごまかしの効かないレコーディングになるということで、臨場感味わっていただけるんじゃないかなと、ヒヤヒヤしながら聞いていただきたいなと思うんですが、まあ、そもそも普段は部屋でレコーディングすることが多いので、まあ、この曲も部屋でレコーディングしようかなとも思ったんですけれども、ただ私にとってこの奏でという曲はですね、大きな声で歌いたい曲なんですよね。なので、なんでなんでしょうね、この曲ってなんかカバーする人みんな優しい声で歌ってるイメージではあるんですよ。なんかこう大きめの声で歌いたいなと、近所迷惑になりそうなので、だからここにいるんですけれどもね、マイクまあしゃあないので、歌わせていただきたいなと思います。2004年のスキマスイッチさんの名曲ですね、奏で聴いてください。君が大人になってくその季節が、悲しい歌で溢れないように、最後に何か君に伝えたくて、さよならに変わる言葉を僕は探してた。いつものざわめき、新しい風、明るく見送るはずだったのに、うまく笑えずに君を見ていた。君が大人になってくその季節が、悲しい歌で溢れないように、最後に何か君に伝えたくて、さよならに変わる言葉を僕は探してた。その役目が僕の使命だなんてそう思ってた。だけど今わかったんだ、僕らならもう重ねて日々がほら導いてくれる。君が大人になってくその時間が、つながってゆける。
せる僕ほどけるって離れてく君夢中で呼び止めて抱きしめたんだ君がどこに行ったって僕熱っめちゃめちゃ熱唱したくなる曲なんですよ。いやいいですね、スキマスイッチさんの奏でを出せていただきました。はい、で今ねもうこんな、ね、マイクを忘れるなんてこれまでもこれからもないって思ってたんですけれども、よくよく考えたら以前愛子さんの恋のスーパーボールねレコーディングした時もマイク忘れてますね。 YouTube リンク概要欄にも貼っておきますので見てください。確かに忘れてるはい、ということでですね、3度目はないようにしたいなと思います。本日ご視聴いただきありがとうございました。シンガーソングライターのゆうでした。